これじゃ走らないか。かいひろみのせーのガイドモーイエーイ。これじゃ走らないよみんな。ちょっとただいまですね、昨日からミニ四駆アバンテマーク2をちょっと私作らせてもらってるんですけれども、まだこの状況っていう。今日一日で絶対完成するんで楽しみにしててください。よし、じゃあ早速作ります。これの後にどうやら N1 フロントユニットの組み立てっていうのを作るらしくて、多分これかな。これにいろいろちょっと部品を加えていかないといけないっぽい。これっぽいな、なんかネジとか入ってるから。ここちょっとコードよ、大丈夫かな。見て、だってこんないっぱい。あ、ほら見てこれ、多分いわゆるモーターとされている部分と、これが多分レールですね。レールというか、あのタイヤを組み立てるときに必要なだと思うんですけれども、まずじゃあタイヤ切っていっちゃいたいと思います。これがアバンテマーク2のかっこいいタイヤでございます。さあ、これで走るんだもんな。夢崩れないよねこれじゃあね。タイヤパンクしないといいけど。超集中モード。かえちゃんの手つきが危ういって結構多分みんな思ってそう。ペンチでこういう時に間違えて手切らないようにしてくださいね。重要なところだからね、これ。気をつけてね。誰かミニ四駆得意な人いない？ちょっと早くも。よし！行ってください。タイヤ出来上がりました。なんかイカみたいなね。イカのする。あ、なんかね、タイヤの大きさが違うね。太さがほら。ねえ。ちょっとこういう意味でも違うのかな。これに、次ホイールをやっていきたいと思います。さあ、ちょっとこれ雲行きが怪しくなってきましたけれども、一体本当に。しかもこれマジで誰も手伝ってくれないから、本当に一人でやるからさ、ちょっとみんなマジで教えて。わからないよ。ホイールを中に入れるのかな。入れていいのかな。入れまーす。だってホイールの大きさ違う。ホイールの大きさも違う。っていうことは、太い方に太いのを刺すっていうことね。おお、けっけっ、どうだ。あ、いいんじゃない。ちょっとミニ四駆っぽくなりましたよ。さあ、ちょっと車っぽくなってきたね。細いのに太いのが細いので、よし、さあこのミニ四駆、さあということで、やっと今日はデデデン、タイヤが出来上がりました。2日目にしてタイヤとこれができるっていう、ちょっとね形づいてきた気がするんだけど。じゃあ今日、こちらで一句読みたいと思います。ミニ四駆制作時間をもっとちょうだい。ありがとうございます。で、毎日3分ぐらい、4分とか5分ぐらいでさ、ちょっとこれ今
危ういよね。ちょっともうちょっと時間くれたら頑張りますんで、明日もぜひ一緒にミニ四駆作りましょう。いつも替え玉にコメントありがとうございます。コメントどしどし待ってます。そして替えちゃんも毎日のようにコメント返していきますので、これからもよろしくお願いします。それでは